おはようございます。本日最終日、8時半過ぎましたが起きれました。ということでね、今日は朝食ビュッフェに行くんですけど、みんなのカードキーを預かってるので起こしに行きたいと思います。こら、もうね、とにかくね、部屋が広すぎて迷子になっちゃう。果たしてアリさんは部屋にいるのか。マリナちゃんは確実に寝てるな。最初まずアリさんを起こしに行きますか。今からね、ビュッフェをね、食べに行くんですけど、全世界のね、ご飯があるらしい。起きてるかな。グッドモーニング。このフロアごとにね、店員さんが立ってるからちょっと怖い。ん？あ、こっちだ。着いたんで外カメにします。いないと思ったのに。そんないないの。ちーちゃんと昨日飲みに行ってないの。行くわけないでしょ。誰と寝てんのかと思った。ストンと落ちるタイミングの曲聞きたい。ストンと落ちるタイミング。イヤホンついてないしな。そもそもどこにあんのイヤホン。ちょっとおはようございます。ただいま8時40分ぐらいですね。おはようございます。何その格好。何その格好じゃねえよ。あ、いい朝。起きてください。ちーちゃんもビュッフェ行くよ。あ、ちーちゃんちーちゃん帰ってきたの多分さっきだぞ。嘘でしょ。マジマジ。ちーちゃんさ、めっちゃ悪いとこ行ってきた。え、何それ、起きた瞬間からおしゃべりなのやばくない。死ねえわ。昨日帰ってきてさ、ちーちゃんうるさくなかった。ねえ、チェックして帰ってきて。チェック、チェック、チェックして口ね。だってご飯行ってちょっとまた寝れるし。あ、なんかいろいろあって昨日もやってないじゃん。いろいろあって。ちーちゃん昨日どうでした？大丈夫でした？めっちゃ良かったよ。詳しく聞きたいな。いっそその話聞きたい。うん。じゃあ、行くか。なんでメインにちーちゃんの話。行くわよ。果たしてマリナはこの絆を。一番足につけようかな。いや、足。微妙？ちょっと待って。ついてくるんだよ。ホテルだから。うちの部屋だとここドレッサーだからさ。ついてくる。あ、ついてくる。早くして。おしゃべりちーちゃんはどこにいるんでしょう。いたー。ここここ。うまく。え？はめ息してるから。あ、人間っていうのは。はい。はめ息しながらおしゃべってる。起きた瞬間の口の中は聞こえてないから。あー、便所ぐらい汚れていますね。あ、そうそう、あと10時間しか耐えないで。え、アリさんの？うっ、違う、どっちがどっち。めっちゃ違いすぎるでしょ。アリちゃん、歯磨きしなよ。歯磨きしなよ。歯磨きしなよ。え、今口の中便所ぐらい汚れてる。なんかすぐ、すぐ来た。早く、早く、歯磨きしてよ。歯磨きする前に食べたらマジ汚い、本当に。いや、それ言ったんだよ。それ言ってそれはそうなんだよ。てか、この景色いいね。え、そうだよ、すごいんだよ。でっかいプールかと思ったもち。ね、え、プール建設中なんでしょ。え、絶対違う、建設じゃないって。え、噴水を建設中でしょ。あ、噴水っぽいね、あれ。広水みたい。何してんの。ねえねえ、え、ガムついてるんだよ。汚って言われ。汚。ちーちゃん昨日どこ行ったの。え、死にたい。マイク来たよ。え、指で磨いてきた。マリナちゃんちゃん、マリナ起こさないの巻き。8時半に起きることを露骨に嫌がってるんですよ、うん、マリナがそんなに露骨に嫌がってるけど、私今起きたか、うん、マリナちゃん今出たか。すごい。そこから顔出してまだ喋ってた、うん、おいしい。見えない、見えない、しか見えなかった。ちなみにそれでさっきちっちゃい一回磨いてたよ。うふい。
見て、ちいちゃんの歯ブラシと似てんな。ちょっと聞いてほしいのある、うん、おととい、初めて海外旅行を一人で日本からマニラからのセブ経由で来てました。え、日本からマニラに到着する際に千尋さんが隣の席で入国審査が分からず声かけたところ、入国する時の携帯の通信機能の方法を教えてもって、ターミナルの乗り継ぎ、バスの乗り場まで一緒に探していただき本当に感謝しています。それで誰、あれだ、私と写真撮って何の得もないよっていう私に届いたんですよ、その。え、写真届いたの、はい、すごい、めっちゃいい写真、うん、めっちゃいい子なの、はいはい、本当にありがとうみたいな、はい、でもなんか写真撮ってどうすんのみたいな思って、うんうんうん、で、でもなんか何かこう期待したそうで、はい、でも私も聞かれなかったの、はい、で、ずっと何者かも言わなかったのね、はい、ちーちゃんもう10時ですめっちゃパッキングしてたすげえいい人。え、何、え、今パッキングしてるの、何してる、寝ぼけてるし、ちーちゃん寝ぼけてる、ちーちゃん、もう行くよ、もうマネちゃん起こしに行かないと、この話もういいですよ、うん、ちーちゃんはいい人だったっていう話よね。ちーちゃん行きますよ、ちーちゃんビュッフェで待ってますよ、マジで。え、何、マジシャン、じゃあね、ちーちゃん、じゃあね、ちーちゃん、いや、行け、いや、別に行けるし、全然行きたくないし、私持ってあげるし、 ありがとうございます。よし、じゃあ次マリの部屋に行きます、はい、うん、はい、お願いします。うわ、終わった。あ、マジか、起こすの寝る、もう起こすの寝ます。マリナの代わりって他のとこでもじゃない、うん、自分で入れ替えたんですよ。ほら、使えないです。みんなやってみる、エレンジーの無理でしょ。ヨーグバットコンサートモーニングコールフレンドアイディアサプライズ。電話で起こしまくるしかないですよね。てかモーニングコールしてもらうしかない。どっちにしろここにいてもしょうがないからしてっちゃおうか。ラビ、まあ、しょうがないから私がマリナのピンク着てくればよかったから。乗り切るつもり。うちらが起こしに来ないとさ、もう起きないです。え、もうカードが使えない。あ、起きた、起きた、あ、来た、もしもし、ずっとついてくる。いや、ダメです。とりあえず来て買わなくていいから。うん、ただ、マリアちゃんのカードキーが使えないんで、話し込んでくれただろうけど。うちらの背景に、スタッフがそこについてきて、ほら、マリアちゃんの部屋にいたから、スタッフが来ちゃったの。怪しまれてる。怪しまれて。リュウフェン集合ね。絶対来ないよ、無視に行かないと。え、リュウフェン集合ってないで。リュウフェン集合で。起こせばいい。え、来る、来るもないでしょ。もういいとこ止まってんな、マリナ。それで来なくて後悔しちゃうよ、絶対後悔して。だって朝で4000ペソもするご飯を4000ペソする。でもどっちにしろこれ一人でこれなくね、マリナ。そうです、もうほぼ多分ほぼほぼがマリナいないです。いい香りパムーって。だってどうせスピンだし。かわいいよ、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 かわいいよ。おはようございます。おはようございます。ずんだずんだ、ちーちゃん楽しみだね。うんうん、いよいよ、ビューフレかわいい、絶対美味しい。え、嫌いないかな。いや、これはちょっと前に一緒も思ったの。あ、何だろう、コーラ、あ、何だろう、何飲みます？あ、水水、ウォーラー、ウォーラー、ウォーラー、スリーター、スリーウォーラー、アイスカフェ、アイスカフェ、 Thank you、 Thank you。 あ、ちゃうわ、ちゃうわ、まずスリー、まあいいじゃん、あ、いや、ウォーターが通じなくてコーラーですか。スリーウォーラーがスリーウォーラー乗ってた。ウォーラーとコーラーになってる。あ、え、アイスカフェって何が来ちゃうの。ちょっと待って、コーラーじゃない、コーラー、コーラーすぎじゃん。デザートから行く。いや、行かないし、さすがに。アイスか。え、何から行く。寿司じゃん、寿司見て。でもフィリピンの友達がいくら高級なとこだからって寿司だけはってた。え、微妙ってこと。フィリピンの寿司なんかって。じゃあ日本人ですよ。これ中も欲しい。これ食べた。中も。あ、一人も欲しい。わーわー。え、これ上として一緒だし。なんでお前ら下から持ってんだと思って。え、これ何、卵と多分カニ、カニかな、カニでしょ。エビ食べたい、シリンプ。パンもマスクじゃないですか。めっちゃ美味しそう。え、すごい、美味しいやん。
あ、パンはそれでいいや。うん、これは美味しいじゃん。わ、絶対美味しい。作ってくれるんです。ちーちゃん、ベーコンは？ベーコンいらない。すごい。ビッビッバッケット。ちーちゃん、ベーコンサイズ。わー、じゃあここからはあの夫婦に分けるけど、ちょっと時飛ばしします。アリナさん、おはようございます。来ないとやばい。くんの、なんか言ってる。うちの家来た。だってくんの。うん、今何やってるの。今から食べる。フロントの人にビュッフェって言えば多分来てから教えてもらって来てね。これそうだったら来てください。はい、あの今からサムネ撮影するんですけども、マリナいないのでちーちゃんをマリナの顔に合成します。動画見た方、多分最初の最後までマリナ出てきません。でも多分マリナよりそうなんですけど。でマリナ母に怒られたらかわいそう。あ、でもマリナちゃんはそこでないのが悪い。今いのは呼んでますから。あ、Thank you。 朝ですよ、ちなみに。ちなみにまだ10時です。 Thank you。これでサムネを撮りましょう。ちーちゃん、顔作ってもこれ。マリナの顔見ました。一応だから、はい、一応ね、気持ちね。マニラ、最終日。あと数時間後には飛行機飛ぶんで、フィリピンの最後に。マニラ食べよう。食べましょう。いただきまーす。もうなんか、あった出来事の話みたいんだけど。早速話しますよ。昨日、セブ島から帰ってきたじゃないですか。飛行機乗ったじゃないですか。ナンパされて、大阪に住んでる日本語喋れるイギリス人なんだけど、おじいちゃんがインドの人だからクォーターですね。あー、そう。で、貿易会社の社長さんで、フィリピンに仕事できてて、うちら昨日とんでもない格好で飛行機乗ったんですよ。マジで。これに、ユニコーンついた、なんかタオル、ブランケットみたいなの被って乗ったんですよ。で、すごい見てくんなって。怖いですね、それみたいな。日本語で話しかけられて、で、ありがとうございますみたいな。僕、日本語勉強した時に、こっちの手についてる指輪は結婚してる、こっちについてるのは恋人がいるっていう風に僕勉強したんですけど、お姉さん、こっちの指に指輪ついてるから彼氏いますかって聞かれて、はいはい、で、いや、昔は結構そういう意味しっかりあったけど、今そういうのあんまなくてみたいな。ただこっちについてる人は結婚してるかもしれないけど、こっちはあんま関係ないですよみたいな。じゃあ、え、じゃあこれはどういう意味でつけてるんですかっていうのを言うから、え、おしゃれですよって言ったら、もしかしたらすぐそこの指輪に恋人の指輪がつくことになると思いますよって言われて、で、チンって言いますよ。で、喋るときにね、こういう違いだするじゃん。そしたら、喋るたびにこうやって、え、何、キスされるのかなと思って、ちょっと距離取りながらこう喋ったの。そしたら、こっちに窓あるから日差しが眩しいから体でこうやってダンスしながら、すごっ。で、正直別にタイプではなかった。ビル君、ビルさん、ビルさん、まあ、もちろんイギリスなんで英語ですよ。で、私英語の勉強したくてみたいな。したら、じゃあ僕が英語で LINE とかするから、うわ、 LINE 教えてよって言われて、まあ断れないから教えるじゃないですか。勉強にもなる、まあ、勉強にもなるし、あ、いいですよって言って、で、来たよ、いつ？来たよ。その場で交換したんですけど、私返してなくて、で、朝の6時54分にまた来てました。 Good morning, please
Take the picture。 あ、写真撮ったんですよ、うん、それの写真をくれと。ビール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 。ビーこうやってなんかうまくなったんだろうね。もうずっと見てきて、でもとにかくまず眠かった。まあでもこっちもさ、そんな愛想悪くするわけにもいかないし、話してたんですけど、どうにか寝たいの。だからうちドラマみたいにずっとこうやって夢とか眺めて、目の前やる雑誌とか読み始めたよ。読み始めたで、英語を勉強したいって言ったもんだから、そこの英語の読み方みたいなの始まって、うん、Thank you, thank you みたいな。でもう眠いからこうやってしーちゃんの過去のラインとか覚えてきて寝たんですよ。気づいたんですよ、はい、で横パッて見たらうちの顔をずっと見てた。来ましたみたいな。でですよ、降りるまでにもものすごい時間かかってパッて降りれなかったので、一番最後のあれだったから、これずっとビルと喋ってたんですよ。イギリスの治安とか日本のことについて。でイギリスはギャングとかもいますよみたいな。でこうやってパーって周りに渡して、あの人多分日本のヤクザ、ちょっと指さしたのがだって、めっちゃ上手で、なんか今回アテンドしてくれた担当の方なんですけど、気まずって思って握るように動いたんですよ。とにかく地獄だったっていう話ですよ。でもすごいモテるじゃん。途中で私なんてこんな人にっていう話しようと思ったけど、うちを揉みすぎたからやめる。昨日飲み行った時にちーちゃんタクシーの運転手にナンパされたんだよ。え、電話かかって何してるの。だって電話してたじゃん、うちに。そう、大爆笑。こっちの人は日本人のことすごいよくしてくれるから、おもてなし精神の感じかなみたいな。なんか You're beautiful とか、そう、社交辞令的な、なんかあなたと私はすごい合うとか、そう言ってくるのよ。え、日本語で、英語？英語で。よく分かってるじゃん。なんて言われたか、その単語覚えておいて、うん、後から英語分かる人に、ね、その単語何って聞いて、はいはいはい、で最後、まあ、何度もなんかフィリピンの番号もないのかとか、うん、で何があって、そこまで近いんですよ。全然つかないの。わーい。でも私気づいたの。どう考えても周りの車より速度が遅いの。速度なんだ。40キロ以上出してくんないの。喋りたいからちーちゃんと、ね、そうめっちゃ急いでんだって言ってんのに、で着いた場所違う場所だったの。ラゴちーちゃん、ボトルの時何してたんだよ。じゃあちょっと近くにあるマニラに観光客向けのリトル東京っていうちっちゃい東京みたいな飲み屋街があるで、そこにいないとか言われてたって。友達いなかった。友達いない。じゃあどうするのって、うん、でタクシーすっごい混んでて、タクシー呼ぶだけで30分ぐらいかかったのね、うん。ホテルにも言って、自分でグラブでもやって、うん、ホテルマンめっちゃ走り回ってるんですけど、うん、だからもうやばいと思って、うん、そのリトル東京出る、うん、道路まで、うん、いるんいるまだいるの。ビルいたんですか。ビルビルでいいんだけど、ね、マイケルしましょう。マイケルいたんですか。マイケル説明したの。で、じゃあずっとうわ、めっちゃいい顔ビーって。でもしょうがないよ、いないの、タクシー。あ、まあ、それしょうがないね、つって。でもあっちからしたら、その友達と合流せずにあなたのところに戻ってきたよっていう女の子。いい女になってる、うん、そう。友達よりやっぱ、そう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 、やっぱ女になった、運命だね、そうそう、運命だねみたいな。次この場所に行きたいって言ったの。タクシーって絶対にさ、後ろに乗るじゃん。うん、お一人だったの。めっちゃドライブ。そのまま助手席、そう、横に乗れって連れてってやるから横に乗れって。横に乗せられたんだ。そう、乗せ知らないのか。じゃあうちの方が上手ですわ。だいぶうちの方が進展ありますわ。ビルとビル、あ、ビル。でもうちなんか多分きっと海外の人と結婚する運命なのかなって思ったのが、 LINE 交換した時にアリシャンって名前だったの。これ本名みたいな感じだったから、私の本名アリナですって言ったの。アリナとアリシャン、呼びやすい方、好きな方でいいですよみたいな。アリーナって言うの。うちの名前ってお父さんが海外でアリーナで通じる呼びやすい日本人じゃない名前にするためにアリーナの名をつけたんですよ。アリーは意味あるんですけど、名は後付けなんですよ。でアリーナって発音しやすいようにアリーナにしたんです。だからうちのこともアリーナアリーナって呼んで、旦那なんか、そう、それをビールにも言われた。そんな30年前からお父さんは僕たちの運命を知っていたのか。え、今妄想の言葉、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 
この話をどうしても YouTube で話してって思っちゃって、でもうちが自分が YouTuber とか言いたくなかったの。見られたくはないから、この動画を。だから、え、友達にこの話していいみたいな人が、いいよ、全然話しなって言ったから、友達今話してくる。まさかこんな。何十万人、何百万人見られてるの？許可得てます、一応。もう、いい話だな。いい話だ、ビルが、支援していい人だったって。え、サオリは何もなかったの？この海外で。出会い。この海外で、うちはチップ求められたもん、一人。これでチップ。ハートで出てる。え、でも何か終えた後にそれして待ってるってことは待ってるよね、チップ。でもね、うちさ、わざわざ部屋に呼んでさ、開けてもらってるの、ワインのあれを。で、しかも連れてもくれてるの。それはチップだね。あ、チップなんだ。あとね、そう、なんかニヤニヤしてると。なんかさ、それやられちゃうとさ、あーってなっちゃう。そう、だからやらしいよ、ね。あー、お金かーみたいな。どうだったあー、お金だったんだみたいな。紐男みたいな。だからうち日本で散々それを経験したから、海外では本当の愛を。日光さえ避けてくれるね。うん、日光さえも。お前守るよ、日光から。え、来たの？よくたどり着いた、お前。せー。ギリセー。ギリセー。何がそうだって言うのもいい。よく言うた、よく言うた。残念ながらマリナ、うちの面白話終わりました。でも正直、取得理由は、いや、カードが使えなかった。ここで言っちゃうから。よくマリナ来たの。だって、うちのせいにしやがって。でも大丈夫です。マリナ、何のネタも持ってきてないで。私昨日の夜フィリピン中に見たら V 悩しいで。なんかフィリピンのキャバクラに行ったらしいの。え、いいな、楽しい。見たらグイ、見たらグイ、せーの、サマータミッドラクション。おかしいよ。なんか説明して一回教えて、そしたらみんなでやり合ってくる。てか待って、夢じゃないかもね。マリナやっぱり韓国でちょっと人気になったの。マリナがで、スイちゃんのマネージャーに言われて、で、なんかマリナ単体なんですよ。ビッグスターたちがマリナのことを推してるらしいっすよ。やっぱティミちゃんとのコラボ動画、いつもだったら10万再生、5万再生とかなんですけど、うちらが出たやつだけ54万再生で、そう、そんな言ったの。で、やっぱりマリナ可愛いみたいで、お前韓国でバズってるじゃん。なんで何も持ってきてないんだよ。あ、キャットがパン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 、喋れない感じ。あ、日本人っぽいよ。そう、日本人っぽい。でしかも、トーリンとメリちゃんを掛け合わせた顔はマリナ、中間な感じなんですよ。だからデリちゃんも人気じゃないですか。顔的にも十分。だからセリちゃんにしかもデリちゃんもあるし、そう、胸がもうビッチ感してる。だからちょっとマリナを日本人進出させようかなって。日本に喋らなくていい、もう喋らなくていいからみたいな。でもテリさんのマネージャーさんはなんか酔っ払ってるのが好きで、そうだからそれもいいんだろう。そう、ああいうの、そう、韓国でああいう赤裸々な感じがすごくいいみたいな。なるほどね。なんか意味わかんない、味噌汁とパン、パンじゃない、それパンじゃない、お好み焼きなこれに4000ペソ払う。これで4000ペソ、お前だいぶ、え、何それ、何それ、これ何、これはハム、ハムなんで。あ、ベーコンなんで。あ、ちょ、ハム。あ、忙しいやつ。ということで、もう動画も終わるんですけど。あれ、量やばくない、お前。いつの量やばい。なんか、給食じゃん。だから、マリナちゃんのカードキーが使えなかったら、もし行ったかってことは、あらわ、おかしいんだよ。まあ、おはようございます。マリナ、マジ、ありがたいのに。はい、これはもう、おかしいんだよ。おかしいんだよ。いや、本当にそれはめちゃくちゃ嫌。申し訳ないと思うんだけど、マジで嫌だった。うちがさ、マリラ滞在期間中にさ、イギリス人と結婚した話知らないの？ちなみにちーちゃんも帰ってた。私、車でドライブ行ったから。ドライブまで行ってた。何もないの、ずっとマネージャー。私、結婚したの知らないの？誰？ビルと結婚。何それ？ずるいんだけど、ビル。うちのビル。ビルじゃなくて誰？ビルじゃない、君じゃない？そうね。腹の近く。確かに。で、しかも絶対飛行機に乗ってる。どうしよう。全然ね。え、今からここでお前クロールするんでしょ、外で。そうよ。普通寝起きで来る。だって一個も無駄か作んなかったら、これ9ユーロも2つ。ただご飯食べて。ただご飯食べて、一言も喋んないで、9ユーロだろ、9ユーロだろ。
ヨーダが作ろうとしてまた。え、これマフィンとかうまいよ、多分。マフィンは絶対うまい。大丈夫、マリナ、この後、プールに落ちるのマフィンです。落ちる。続けないでしょ。じゃあみんなに話すよ。じゃあこの後は、まだ引き続き、ラストフィリピンのパークしたいと思います。お疲れ様でした。